どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと皆さん、お知らせです。お伝えしていますように、この HMV で行われる、このオレンジ色の本の、出版記念無料イベント、開催ということで、電話予約もできるから来てね、ということなんですけど、まず最初にフォーカスしたいのが、4月23日、日曜日の、博多 HMV&BOOKS さんの、このイベントなんですけど、これ無料ですからね、これどなたでも参加できるんですけど、できればですね、HMV&BOOKS 博多店さんで、このオレンジ色の本の予約をしてもらうとですね、前の方にある椅子の席に優先的に座る、まあ数に限りがあるので全員かわかんないんですけど、あとはね、ガズさんがサインしますよというチケットも一緒にゲットできるということで、ぜひおすすめしてしたいんですけれども、ぜひ電話予約もできるんでね、遠方の方も来てほしいなということなんですけど、このイベント一体何あるんだということなんですけど、まずね、この二つあるでしょ、博多と渋谷で。まず博多店に関しては、ちょっとね、課題曲をもう決めちゃおうかなと思ってます。もちろん一曲は、ガズレレオリジナルソング、ガズレレソングをみんなで大合唱するよってことを覚えてきてね、概要欄にね、レッスン動画の URL も貼っとくんですけど、あとね、せっかくだったらこのオレンジ色の本から、何曲かやろうかなということで、3曲ぐらいちょっとね、候補挙げてみました。まず1曲目、あいみょんの愛の花。今の朝ドラの主題歌ですからね、この愛の花セッションしましょう。オレンジ色の方に入ってますからね。それとですね、スピッツの魔法の言葉、これをみんなで歌おう。これ気持ちがいいですよ。もうそこに来てくれてるみんなでそのオレンジの本を見ながら、めでたく歌いましょう。これが楽しそうです。で、もう一曲ね、サザンオールスターズのミスブランニューデイも収録されています。このサザンの曲とかやったらもうね、みんな泣いちゃうよ。みんなで一緒に弾いたら、はい。そんな感じ。この3曲プラスガズレレソングは、必ずやろうということで、テーマにしたいと思います。博多 HMV&BOOKS 博多店のこの本の無料イベント、皆さんぜひ来てください。で、8月8日の渋谷に関してはまた改めて課題曲を、設定しようと思ってますんで、ひとまず皆さんよろしくお願いします。重ね重ね、このオレンジ色の本が出るよということで、今予約、スタートになってます。Amazon では予約段階でもうベストセラー1位獲得、ありがとうございます。そしてね、このイベントなんですけど、ぜひ皆さん来てほしいなと思ってるわけでございます。電話予約もできるから、春じゃないな、夏だ、夏のためにいかがでしょうか。そして今言ったこのガズレレソングと、あいみょんの愛の花と、スピッツの魔法の言葉と、サザンのミスブランニューで、うわいわい歌をもっともっといっぱい歌うけどね、まあ当日ね、あれやろうこれやろうとか、いろいろ質問に答えたりとかして、楽しいイベントにしていきたいと思います。そういうことで、いよいよ迫ってきました4月23日の博多 HMV、 これがもう楽しみでしょうがない。久しぶりの博多ですからね、皆さんご都合つけてぜひお越しください。そんな今日お知らせになってました。8月8日の渋谷に関してはまた別の動画でご案内していきますんで、よろしくお願いします。来る方は予習を忘れないように、ウクレレ持ってきてね。バイバイ。 G ラボのウクレレのポップアップが仙台でオープンですよ。7月15、16、17、ぜひ皆さんお越しください。待ってますよ。